姫ピック FM 元気がお届けする姫路の最新情報姫ピック。今週のピックアップ情報はこちら。皆さん、石垣の歴史を学びませんか？日本城郭研究センターでは10月15日に市民向けのセミナー、城郭石垣の構築は石材加工技術にいかに影響を与えたかが開催されます。鎌倉時代に中国から日本に導入された採石加工技術、今回の講座ではその採石加工技術と石垣の技術が日本においてどのように影響し発展してきたかについて学ぶことができます。姫路城の建築に欠かせなかった石材加工技術、ぜひ学んでみてください。続いて、林業への理解を深めてみませんか？姫路市では平成30年度から森林林業体験フェアを開催しています。安富町の姫路市グリーンステーション鹿ヶ壺で開催されるこちらのフェアでは様々なコーナーが予定されています。林業のお仕事が学べる森の仕事コーナーだけでなく、木工教室や森林セラピーが体験できる森の体験コーナーや、ジビエ料理などの地元の美味しいが集まる森の食コーナーがあります。秋色に染まったグリーンステーション鹿ヶ壺でのんびり過ごしながら森林での体験をお楽しみください。姫ピック、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。